嵐が出た。チェストプレートになってるダイヤが。毎回なんか爆殺されてない。上にいる。いや、ちけえってだから。飲まなくていい。人が踊ってる馬クソ早えな。嵐が出た。うん、出ました。まあ、多分外部からあの IP アドレスをランダムで、その何、パワーパワーで入力して、で、たまたま当たったやつにあのぶち込む、ってか入り込むみたいな。あ、見てる。よっけ。あの、そういう感じの多分嵐なのよ。そう。っていうのも、あの、そっちにね、あの、ここのチェスにあるんだけど、日付書いてあるのね。あの、9月の21ってあるんだよ。多分日付変更線の向こう側から来てるんだよ、こいつ。今日22日だからね。嵐にね、そこの、まあ、牛のね、ところをぶっ壊され、多分、あの、名前が修復してくれたんだけど、ぶっ壊され、で、あの、鉱石類をね、ちょっと、多分、拝借されたのよ。そう。リビウードダイヤモンド9個、インゴット1スタック、拝借されてるね、思いっきり。なくなってるんだよ。昨日俺たちがかき集めたあの鉱石が。あの、このサーバーね、このコアプロテクトっていうこのプラグインが入ってて、あ、これがあれば一応その何漁ったかとかそこら辺の履歴が見れるようになってるんだ。失ったもんは取り返せないと思うじゃん。な、思うじゃん。俺新しくこのサーバーにプラグインを追加したんですよ。そう、あのオープンインベントリっていう、そう、それを追加したんだよ。釣り竿も取られました。そっか、じゃあ取り返すか。あの、俺一応バンしたんだけど、あのオフラインのプレイヤーのインベントリさえも開くことができるっていうプラグインを追加しました。こいつだろ、やっぱあるね。あいや、チェス、なんかチェストプレートになってるダイヤが。ふざけんなよこいつ、ふざけんな、マジ。やってる、本当に。I can't speak English って言ったら殺された。え、なんか英語喋ってたの、そいつ。なんか英語喋ってた。ああ。うんとしか言わないってことは、まあ、なんかやばい英語でも言ってたんだろうな。はえー。最高すぎる。あの、多分いい馬だったらもっと速いんだよ、これ。もっと速いはずなんだよね。すげえ飛ぶんだけど、マジで。ちょっと、読み込みが。追いついてなくてすげえ飛べ。ジャングルっぽいって、ちょっと待って、俺今3マスぐらい飛び越えなかった。あ、2マス、いや、3マスだ。3マスぐらいは速度で飛び越えた。俺がちょっと怖いのはね、森の洋館がどうなってるかちょっと怖いんだよね。あの、ヴィンディケーターだっけ、あの辺りがね、多分バカみたいに強くなってると思うんだよね。あれ、普通に足速い部類なのに、モブの中でさ。まあ、縦一発で壊してくるし、弓以外での対処ちょっと厳しいんじゃねえかな。はめないと。ちゃんとジャンプ切りではめないと。それがね、一体だけだったらいいけど、何体も出てくるし、みたいな。まあ、ちゃんとした難易度になってそうだね。あ、てか、こんなところに村あるじゃん。こんなところに村あるけど、ちょっと高低差ありすぎて、絶対死んでるな、これ。あの、ただすげえ勢いで飛び出して死んでそう。めちゃくちゃ湧いて出てきたんだけど、あと全員無職だ。下にいたのか、これ。全員落ちて下にいたわ、この俊足の村人たち。これ家に一生帰れないから、それで職に就けないんだろうな、こいつら。いや、こん中でさ、あの建築、てかお前ら二人どっちかさ、建築自信ないないか。建築自信のほどはちゃんとした、あの木造の家を建てれる人間、あの、この二人のうちどちらかでいない。いないか。あるかも。お。建築自信ある。いや、じゃあちょっと、これ、建築のさ、ちょっとそのあたりの、あの、どうこう、まあ、任せるか、ひよこに。一任してもいいかもな。ナモリナどうなんだ。友達に犬小屋じゃなくて人の家を作れと言われるくらいには。なるほどね。ちょっとひよこさんに一任しましょうか。もういっか。え、ひよこー、ちょ、クリーパーにやられてる。大丈夫か。なんかこっちの方から爆音したけど。あ、ここだ。気をつけろよ。あの、索敵範囲入ったら来るからな。マジで怖えんだよな。多分、さっき、
若干その夜になってから寝るまでが遅かったから、その間に湧いたんだろうな。ひよこのシーン毎回なんか爆殺されてない？なんかあのいつもなんかちょっと思ったけどさ、この間も爆殺されてたような気がするんだよな。みんなで釣りするか。あの超シュールになるけど、みんなで釣りするか。なんかあのかまどにちゃんと木炭入れてある。魚、まあ、釣れたらここで焼けて食えるし、うん、いいじゃん。3人がかりならさすがに1つ2つぐらい蔵釣れるだろう。でさ、ちょっとみんな分蔵集めたらあれじゃん、まあ、みんなで馬乗ってさ、もうさささって地図埋めすりゃいいから。そう、索敵範囲に入ったら急にクリーパーが瞬間移動して突っ込んでくるし、ゾンビはなんかよくわからん多段ヒット。お、なんか釣ったなお前。何釣れた？ちょっと私見る。何があるそれ？修繕。あ、マジで超当たりじゃんこれ。いいね、超当たりじゃない。修繕弓だ。秋の夜の3連休に、なんかねえ、まあいくらないで、あの、はい、釣りしてそれをひたすら配信に載せるっていうのかな。絵面的にどうなんだこれ。精子どんぐらい進んだんだろう。 あちょっと減ってるな。あの裏側の方で作業してんだろうな。お、あ、川釣れた、いいね。まあクリーパーは爆発させればいいし。あ、おい、俺に靴持ってくんだ。ふざけんなお前、自分で処理しろ。あのグレイターミナルみたいな感じになるからね、あのワンピースの。どうした？お、蔵釣れてんじゃねえか。いいね、二つ目の蔵だ。よし、その調子でいけ。あと一個だ。ちょっと待って、まずくない？いや、大丈夫か？寝れるか？寝れる？いけ。よし、お前ら、あの、対処しろ。するぞ。あれ、ごめん。ちょっと待って、こっちにもいんな。はいや。オッケー、二人。あと一体いるの？危ない。オッケー、ナイス。よし、なんとかなったな。肩に刺さってるぞ。肩に刺さってる。よし、いいね、釣り再開だ。お、なんだそれ、なんだい。おお、効率4じゃん。いろいろの4がついてるな。あ、効率4だな、多分使うの。 ありがてー、入れとこう。これクーラーボックスみたいになってんだよな。なんか脇に置いとくクーラーボックスみたいな感じになってる。ん？どうした？おい、なんか目の前で熊の肉ってたぞあいつ。大丈夫か？消えたけど。消えたんじゃねえ、上にいる。なんだよこれ。おい、俺の上に座ってんじゃねえよ。おい、なんか当店ポールになってるって。なんだよこれ。ちゃんと椅子3つ用意してんだから、お前ら横側に座れや。マジで。うん、まあ、フグを食うなよ。ちょ、なんでも食うやんこのひよこ。わざわざ目の前に来てちゃんと食ってくれるのいいな。なんか匂ってるぞ、大丈夫か本当に。大丈夫、ゾンビ服食ったよな多分こいつ。あまりにも節約したいんだったらまあね。いや、ちけえって、だから。さっきからちけえんだよ、ほんと。目の前で食わんくていいわ。ほんと。ほんとに。はい。ちゃんとちょっと遠かった。ちょっと遠くで食ってたな。生ジャケ。だから、いいよ、だからもう。食うな。あ、食わなかった。食わなかったわ。フグちゃんとぶん投げて、なんかボウガンでぶっ刺した。修学旅行の男子部屋。いや、確かにそうだわ。なんかこの雰囲気を覚えあるなって思ったらそうだわ。ん？飲まなくていい。おい。味しめなくていいぞ。お、来たー。
よし、終わったぞお前ら。成果が出た。もう釣りは終わりだ。クラが釣れた。あとは魚焼こう。魚を焼こう。馬が3頭みんなで乗れるぞ。あ、来た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 。人が踊ってる馬クソ早えな。俺が確かそのね、めっちゃ茶色いね、あの病気っぽい見た目をした馬で、こっちはちょっと明るいやつか。ちょっと鎧つけて差別化しないとわかんない。よし、やっぱこのひよこの馬クソ速えな、本当に。この馬が一番速い、マジで一番当たりの馬引いてる。